アントワーヌ・ブルメルはルネサンス音楽の作曲家。若い頃についてはほとんど不明だが、おそらく、シャルトルの西、ブルネル・ブルネルズに生まれたようで、だとすれば、実質的に、フランドル学派発のフランス人作曲家ということになる。1483年から3年間シャルトルのノートルダム寺院で歌手を務め、その後は、ジュネーブの聖エッピエルール聖堂などに就職した後、 1498年から1500年まで、パリのノートルダム人生課隊の少年合唱を指導した。1506年からアルフォンソ一世、デステのもと、フェラーラ宮廷で、聖火隊長を勤務、前年ペストのために休止した、大作曲家、ヤーコプ・オブレヒトの公認となった。フェラーラ宮廷礼拝堂が1510年に、解散されるとその後のブルメルの足取りは何も、 つかめなくなる。だがその後に少なくとも一曲を作曲しており、またヴィンチェンツオガリレーの論文によると、ブルメルは1513年に、ローマ教皇レオ10世に越見した、作曲家の一団に混じっていたという。ブルメルはミサ曲の作曲家としてとりわけよく知られており、中でも最も有名なのが、十二世部のミサ曲、ミオ、天地が揺れ動き、ミサエッケテラエモートスである。 モテットやシャンソン、若干の気楽曲もある。ブルメルは、生涯を通じて、作曲様式を発展させ、初期作品では、オケゲム世代の不規則な旋律線やリズムの複雑さを、示しているのに対して、後期の作品では、ジョスカンデ・デプレのツーモ模倣様式に加えて、当時のイタリア人作曲家のホモホニックなテクスチャーを、取り入れている。ブルメルの作曲様式で得意な点は、 時折は原的な処方の中で非常に急速な一音節一音による老章を用いており、後の16世紀のマドリガーレの流行を先取りしている点である。これは時々ブリュメルのミサ曲のクレド学章で見受けられる。論理的に言うなら、クレドはミサ教文の中では最長なので、それ以外と同じように作曲していたのでは、不釣り合いなほど長くなってしまいかねないからである。 ブルメルの4世紀のためのレクイエムミサプロデフンクティスは後期の作品で怒りのヒディエスイレオポリフォニーで作曲した最初の例として知られる。ジョスカンデプル以降の世代でブルメルは当時の最も偉大な作曲家に数えられた。存命中からオッタビアーノ・ペトルッチがブルメルのミサ曲集を出版しておりブルメルが死去すると数多くの作曲家が 追悼作品を作曲した。印象的な十二セーブのミサ曲、ミオ、第一が、揺れ動きは、作曲者の死から半世紀後の1570年のミュンヘンにおいて、明らかに、ラッススが用いるために射布された、パートブックにより伝承されている。ありがとうございます。